ただいまより第5試合ディープ 58.5 キロ契約5分3ラウンドを行います。青コーナーフリービョンジェーン、赤コーナーミブロ、第7代シュート世界フライ級チャンピオン福田龍也、レフリー豊永実。なおこの試合はグラウンド状態での頭部へのキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで取り行われます。さあ踏みつけサッカーボールキックありのルールでこの2人がぶつかり合います。福田龍也 VS ビョン・ジェウン。ビョン・ジェウンは黒いスパッツ、こちらです。立ち技歴、グラップリングの大会出場もあります。今成正和選手を破ったのは19歳の時、その後元谷雄貴選手に敗れて怪我があって手術を4回してきたと。それからまあ復帰戦がコロナで中止になってしまったり、なかなか来日できなかったという状況が続きました。対してサウスポースタイル福田選手、この構え、まあ、相手を探るようなところがありますが、第7代プロフェッショナルシュート世界フライ級王者、これは前田義郎さんを KO してのものでした。まあ、平達郎選手との対戦もありますし、新龍誠選手ともぶつかり合っています。まあ、伊藤祐樹選手 KO、 それから鍋選手を54秒で KO なんていう戦いも見せてきています。この戦いは牛久潤太郎選手から伺いましょうか。だいぶこれ楽しみだなんていう方も多いようですね。はい、すごく多いと思いますね。はい、ポイントどのあたりですか。そうですね、今ビョン選手が巻いてをうまく使って、はい、打撃の距離ではビョン選手が取ってるのかなと思います。タックル、まあ、それ見せてその後ですね、はい、こうやって早く自分から展開作ろうとしています。開始から1分、こうやってケージに沿って足を開いてディフェンスしています福田。この試合はヤマスドミネーター佐藤選手、はい、どうご覧になってますか。福田選手、自分この間大阪で開催されたライジンで控え室一緒だったんですけど、はい、でもなんかとにかく試合がしたい人みたいでもう何でもいいからすぐもう毎週試合したいみたいなことをちらっとおっしゃってるぐらい試合が好きみたいなんで、戦闘民族だなと思いました。ですね、はい、ちょっとなんて言うんでしょうね、もうマインドすごいな、ちょっと変わった方だなと思いましたけどでビョンジェン、あ、ここどうだ、いいですね、今引き込んだのか、いや福田ちょっと微妙なところでしたけど、はいはい、膝、立ち上がり際ビョンジェン選手はもうなんか知る人ぞ知るじゃないですけど、はい、すごく MMA 歴自体は浅い選手なんですよね、はい、まあ、グラップリングとか柔術ではすごく実績がある方みたいなんですけど、はい、本当に MMA 歴が数戦しかない状況で、はい、今成さんと試合をしてまさかの判定勝ち、はい、でしかもずっと逃げ続けての判定勝ちというよりはしっかりグラウンドもある程度付き合ってしのいでしのいで、はい、っていう形で勝利したっていう感じなので、もうその頃からすごいのが来たなと思って、おーマークしてましたか。そうですね、その後も、まあ、元谷選手とも、激戦を繰り広げ、まあ、すごくあやばいのが出てきたなと思ったらぱったりと、はい、まあ、先ほどお話しあった通り怪我が朝あったということで、まあ、見られなくなってしまったんですけど、まあ、ここで満を持してというか、はい、自分としてはもうあまた見れるんだっていう気持ちがありますね。そうですか、まあ、この階級ってことですからね、またそうですね、意識っていうのもありますか。あると思いますね、はい、まあ、ここでもちょっとこう左当てがうようにしながら福田が前に出てきました。腕止めて肩パンチ、これ有効ですね。まあ、牛久選手こうやってアクティブに体全体も福田が作って使ってくるいいところありますね。そうです、やっぱりこういう細かいところでの技がすごく上手ですね。肩パンチってこうやられたら嫌ですか。やっぱり嫌ですね、やっぱ多少は意識はそっちに行くので、はい、逆にそれをそれでちょっと意識をそっちに持ってかして別に仕掛けるっていうのも全然ありだと思います、ね、はい、うわ今もそうです。まあ、組んでいて本当にもう顎の真横下ですもんね。はい、絶対嫌なはずですね、さあ離れて残り1分半となっています。右手前に構える福田に対してハイキック、さらにストレート、ビョン・ジェウンです。今回4年ぶりのディープ凱旋、左手小指は開いています。前に出すビョン・ジェウン、上体揺らす、右のハイキック下から、さあここテイク飛行のようにタックル見せようという動きもありました。パンチから福田、福
福田はこの打撃も強烈、まあ、中学1年生の時夏休み、あ、これパンチ、うん、追い込んでいく、まあ、お父さんとタイ旅行をしてですね、ムエタイのジムに置いていかれたなんていう、はい、3ヶ月住み込み修行をしたなんていうふうにも、いやもう軽く事件になってもおかしくないと思いますけどね、ですね、なんともでもそういうところも全部なんでしょうね、主として強いっていうところが使われた、そうですね、まあ、そういう環境に置かれたからこそ、戦闘民族みたいな、ね、思考に至ったのかもしれないですね。うわ近い、福田選手、コンパクトな打撃のコンビネーションがすごくいいのと、あと組への対処の速さとうまさですね、頑張っている、このポジション、さらにボディへフックだ、連打となっています。これ福田の時間、サウスポーからの強打、まあ、いくつか牛久選手有効度ありましたかね。そうですね、でもしっかりビョン選手も打ち合いの中でしっかりとガードして、パンチが見えてますね。ああそうですか、まあ、顔面のカットなど腫れなどもまあ確かにありません。はい、しっかりとガードして見てましたね、あと3秒体を入れ替えて第1ラウンド終了のゴングを聞いています。続いて牛久選手に伺いましょう。まずこのラウンドの感想からいただきましょうか。そうですね、まあ、ビョン選手が前手で距離を測って、すごいなんか蹴りの距離が長いなっていうのがすごく印象的でしたね。はあはあ、トラってくると福田選手側から見るとそこはどうですか。そうですね、なんでもう一歩入った状態が逆に福田選手の距離だと思うので、はい、その距離を作って、どんどん展開を作っていきたいんじゃないかなと思いますね。ある程度そのプランだったり見えたなっていうラウンドですか。はい、そうですね、1ラウンド目だいぶ見えたと思いますね。さあ山瀬先生、はい、どうでしょうか。先生って言いました。すごいなと思って研究が、まあまあ、この階級ということも、ね、はい、もちろんありますけれどもね。ただ、はい、今牛久選手おっしゃった通り、はい、ビョン選手のまず蹴りの距離が長いで、はい、福田選手はそれをかいくぐりながら距離を詰めてコンパクトなパンチのコンビネーションを、で仕留めにかかる、はい、でそれを見てビョン選手は逆にカウンターでタックルに入りたいんですけど、はい、ただ福田選手の対処がそこですごく早い。でビョン選手もなんかレスリングがめちゃくちゃ強いっていう感じではないんですよね。多分柔術とかグラップリングベースだと思うんで、はい、なんかそのしっかりレスリングをして、うん、あ詰めてきた、ここ寝かしきることができるかというところが鍵だと思いますね。今それいけるかっていう大事なアプローチです。はい、まあ、確かにグラップリングの大会にもまあ、積極的に出場してきたという過去はあります。まあ、立ち技もキックボクシング歴ですね、4勝0敗1引き分け、右近い、ここ左差していく、いいですね、そうですね、なんかレスリングで倒しきらなくても崩しながらバックを取ったりですとか、はい、グラウンドに引き込む術はいくらでもありますので、そうですね、まあ、本当にただ一つ組むという展開でもですね、まあ、いろいろなタイプあるというのまたよくわかります。あ、ちょっとこれ何か指差してますね。どうしたんですか。ちょっともしかしたら目が入っ、目に指が入ったりしたのかなとは。アイポークありましたかね。この左手前に、あ、ちょっと指開いてますもんね。そうですね、うん、パンチ見せて片足タックル。あ、これアンクルのあたりも探ったんですが、パンチボディ打ち。福田はこれが強い。サカボありのルールなんで、はい、下手に遠い距離からタックル入ってしまうとそれをすかされてサカボされたりですとか、はい、ね、逆に相手のチャンスになってしまうので、はい、左アッパー、さらに右、ね、ちょっと体流れましたね。ビョンジェウン、このあたり、牛久選手、福田がまた何かこうより軽やかに重たいパンチ放つようになりました。そうそう、ビョン選手やっぱりガードがすごく上手で、パンチもすごく見えてるんですけど、はい、福田選手それも分かってて、ボディーも散らしてたんですごく上手ですね。そうですか、はい、自分が壁際に詰めた時に、はい、上ばっかりじゃなくてしっかりとボディーに散らして、そこから上も当ててたんで、うん、片下くる、はい、まあ、そういう判断の中でここはビョンジェンが踏みつきからまた正体する、これ選択しました。テイクダウンということになりましたがね、ケージが近い、ちょっと特殊な形でテイクダウンしましたね、はい、本当にこう食らいついて食らいついてちょっとこうセオリー超えるような、そうですね、はい、感じでいきますね。本当に面白い選手ですよね、福田選手って。第7代プロフェッショナルシュート世界フライ級チャンピオン、14勝のうち7 KO 勝ち、投げが強い、ビョンジュン体が強いですね、ビョンジュン選手は、体が強いんだろうなと思って、はい、自分ちょうど今朝今成さんと練習してきたんで、ビョン選手今日試合するんですよって、はい、なんか印象ありますかって聞いたら、はい、何も覚えてないって言ってたんで、
何の参考にもならなかったです。そうですね、まあ、今成さんですからちょっと分かりませんけれどもね。そうですね、そうでしたか、うん、左ボディ福田が放つ。牛久選手でもこのボディ打ちっていうのは一つ鍵になりそうですよね。そうですね、鍵になると思います。やっぱりビョン選手も要所要所で組を混ぜてるんで、やっぱり下の意識があると逆にそのテイクを切るっていう意味でもすごくいいかなと思います。そのテイク切って、うー、今も、はい、今も上ばっかりだと今の展開でも組めたと思うんですけど、はい、しっかりと下散らしてるんで、ここだ組んでくる。ビョン選手すごいタイミングはいいんですよね。タックル入るタイミングはいいんですけど、はい、福田選手のそこからの反応が素晴らしいですね。なんとも、まあ、その先これ組まれても大丈夫だよっていうように、ね、だからこそ打撃を思い切り出せるっていうのもあると思いますね。本当にみんなつながってますね、はい、そしてビョン・ジェウンがまた入れ替えた。左を指しています。お互いそうです。頭をつけてエルボーか、この近い距離メゲフク福田、まあ、時折ちょっとこう人を食ったような動きも、そうですね、福田あります。右アッパー、まあでもこれも前腕部でブロックしたか。ビョン・ジェウン、もう身のこなし柔らかい。でもここ心臓の下、さらに右顔面、ちょっとやっぱあのボディは嫌だと思いますね。ビョン選手もすごく意識しちゃうと思いますね。そうですよね、まあ、何発も何発もその的を捉えています。ここはミドルキック、ガードの上からも叩き込んでくる。ビョン・ジェウン、ビョン選手はもっと蹴ってもいいと思います。そうですね、もっと蹴ってもいいと思います。はい、牛久選手どうですか、打撃この距離感だったり。そうですね、ビョン選手はこの距離をどんどん保っていきたいですよね。これはい、はい、で蹴りを蹴って蹴って、で前蹴で相手の前手を触って、はい、で一歩入ってきたらタックル、うん、なんかそんなプランを考えてるんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと間が今空きます。開けてきたか、ビョン・ジョン。思い切って拳全体投げつけるように福田。そうです、やっぱりこの距離はしっかりビョン選手に見えてますね。左のオーバーハンド、はい、さあ黒いスパッツ、うん、ビョン・ジェウン接近してくる。これも思い切りパンチ、いや振りますね、ですね。最後は連打コンビネーション、福田が見せたところ、第2ラウンド終了です。さあ中盤戦が終了いたしました。牛久潤太郎選手に感想からいただきましょうか。そうですね、福田選手やっぱりアッパーとかパンチの中でもいろんなバリエーションがあって、やっぱりそれがあるからこそビョン選手もタイミングはすごくいいんですけど、やっぱりタックルを切られちゃいますよね、うん、はい、なかなかその兼ね合いの中でですね、どちらが先に行くかっていう意味では第3ラウンド、そうですね、あとは要所要所で組の展開でもしっかりと肘を混ぜていたので、はい、やっぱり肘あるとそっちに意識がいくんで、よりやっぱりタックルとかも入りやすいですし、はい、すごく上手ですね。そういう小技もすごくお互い上手ですね。肘ってでも本当に怖いですね。そうですね、やっぱりどうしても肘は強いんで、はい、そっちの意識は絶対いくんで、まあ、本当に距離感によって山瀬選手、まあ、いろんなタイプの肘もありますもんね、はい、そうですね、まあ、武器の使い分けっていうのが、まあ、組も含めですけど、はい、総合の妙だなと思いますね。全くですね、まあ、この2人が時にトリッキーに様々な形、技の引き出し展開攻防を見せてくれています。最終第3ラウンド、ゲームの作り方として、はい、まあ、なんとなく福田選手の方がいいのは当ててるのかなとは思うんですけど、はい、ただ、まあ、明確な差にまでは至ってない可能性もあるので、はい、3ラウンドでしっかりお互い、うん、まあ、お互いですよね、これは、そうですね、見せ場を作る必要が出てくるかなと。どうだ、上になるのは福田、ガブル体勢、今ちょっと倒れながら投げをビョン選手が打とうとしたんですけど、はい、まあ、ちょっとすっぽ抜けたというか、福田選手がしっかり踏ん張って投げてしまいましたね、はい。ああいうの本当に悔しいんじゃないですか。あ、というよりは、はい、やっちまったなというのがやるんで。そうですか、やっちまった。おー、いいですね、こういう肘がすごく上手ですね、はい、ですね。おー、縦肘、まあ、これムエタイテクニックいくつもありますよね。おー、左ストレート打って離れる。ちょっと福田が、あ、どうだ、これ下げさせられているのか。牛久選手気になりますね、攻防、2人の雰囲気であったり。です、福田選手でもまっすぐ系のパンチを、はい、対応してますね。あ、確かに第3ラウンド、あ、片足右足取られて、ここ切れたら結構でかいですね、はい、ドライブしていきたい。
そして追い込みたい。これはビョンチェン選手頭を起こして相手の腰に右手を回したいですね。はい、ああいやただ大丈夫だと思います。大丈夫。あ、うん、その通り立ち上がりましたが、たあフロント、うん、ギロチンエルボー、ね、右左。福田選手の左のまっすぐは予備動作が少なくてすごく見づらそうですね。ビョン選手はそうですか、はい、それもあってこれいいヒットあるんです ね、 そうですね。ただちょっと多発多用しすぎてる感はあるので、だんだんこうやっぱビョン選手もそれに合わせてくぐるようにしてタックル入るっていう動きが見えてますね。今もそれがあったようです。これ右腕押さえているのが福田、そしてケージに押しています。はい、一発マシンとバークエルボー、食らってねえぜと福田の動きです。左右、いや円を描きますこの肘。ビョンジェウンが右アッパーに合わせてくる、両足タックル。これ高い位置から組めてそうですけど、ああ切りましたね。これも切っている。いや本当にやるべきことをお互いたくさん牛久選手あって面白いですね。そうですね、キアの攻防もやっぱり上手ですね。しっかりとパンチで打ってその先の攻防でもしっかり肘を混ぜたり肩のパンチだったり、ね、左ボディ打ち、これもでも肘をすぼめるようにしてガードして、しっかりガードしてますね、ですからこう骨が当たってバキッという音がしました。あ、フェイントもいろいろある福田。福田ビョンジェンスタミナという点では右アッパー、スタミナは行きたいですね、はい、今行きたい選手、今行きたいですね、はい、ビョン選手だいぶ疲れてると思うので、はい、打ち返せるか。やっぱ組みに行く方も結構切られるとすごくしんどいんで、はい、ここ逆に、うん、来た2人、まあ、精神面もあるでしょうね。そうですね、どんどん展開作っていきたいですね、はい、ちょっと指が、あ、アイポーク巻いて、うん、まあこれ注意しながら左です。ただ気が強いですね、ビョン選手はもうどんどん前に出てきますね。ほとんどお構いなしですもんね。確かに疲れてるは疲れてると思うんですけど、はい、下がらないですね。うん、まあ、こうなってくると、うわなんでこいつ倒れないのかっていう、はい、やっぱり左ストレートに合わせ何かを合わせようとしてると思いますね、全体的に。あの左をギリギリでかわしてパンチですとかやっぱりタックルですとか、はい、ちょっとそこを起点にして展開変えようとしてるんじゃないかなと思いますね。今左一発福田、お互いの右長い距離のパンチからここガードの隙ターンとついていきます。この背中、福田がもう一発、モーションがやっぱり全然ないですね、この左ずらそうですよね、これそうですね、まあ、山瀬選手からおタックルに来た、弾丸状態飛び込んでくる。まあ、あの左もだんだん見えるようになるよというお話あって、その後ビョンジェウンのこのタックル、これにかけてお互い勝負どころですね。ビョン選手はこれ、あ、もうちょっと粘りたかったですけど、ですね、エルボーどうだ、おお、なるほど、スクランブルでかい、福田トップを取れるか、これ、横からこのパンチ何発打てるか。この左手のコントロールもすごく上手ですね、相手の股の中に手入れてしっかりコントロールしてますね、まあ、そうした動きがあって、その後これですね、見えないところからのパンチ、はい、これも嫌ですよね、はい、残り10秒切りました。福田選手はここでまとめて、あの盤石にしたいですね、パンチ、そうですね、突き放した、ビョンジェン、ここでゴングです。いやレベル高いですね、すごく熱戦終了ですね、はい、勝敗は判定に委ねられます。お、座り込んだ福田龍也です。まあでも山瀬選手本当にこう見ていていろいろあって、そうですね、お互い仕掛けに仕掛けてっていう、お互いあの相手が出してきたものを乗り越えるための手札をまた切ってきて、それをまた乗り越えるための手札を切ってっていうのがあの目に見えて分かったのですごく面白かったですね。そうですね、まあこういう戦いでまあ、MMA でどちらが勝るかということだったんですが、まあ、これマウスピース外してこうやっても耳にかけています。およそ4年ぶりのディープ凱旋でした。ビョンジェウン、さあ赤福田どっちだ、タッチ柴田30対27赤福田、おー3ポイント差、福田ジャッジ松宮30対27、うん、赤福田2人目もジャッジ福田30対27赤福田、三者30対273対0ユナニマスデシジョンです。
福田龍也が強豪ビョン・ジェウンを下しています。まあと言いますか、もうこのクラスになってくると戦うのは強豪ぞろいで群雄割拠それがまた山瀬選手分かる一戦でしたね、はい、そうですね、まあ、どっちかが弱かったとかそういう試合ではなかったと思いますね。もう片方が強くで片方がそれをうまく封じ込めてより強さを発揮したという試合だと思うので、はい、まあ、本当に先ほどのフライ級も含めですけどディープのこの階級今すごく熱いので、はい、まあ、例えば負けてしまいましたけどビョン選手、先ほど の、 そうですね、伊藤選手と関原選手とかとの絡みもやっぱり見たいですし、はい、そうですね、そのあたり、よりまたストーリーがつながっていくなと思いましたね。まあ、そしてこうやって勝ってちょっと落ち着いたというかそんな表情にも変わって白い歯も見えています。あ、まあ、マウスピースですね今この段階は、はい、吉久選手どうでしたか。いや本当に打撃だけじゃなくて組の攻防でもお互い本当にハイレベルな攻防が見れて、はい、本当に楽しかったですね。でその際の攻防でもやっぱり肘を混ぜたり、ボディを混ぜたり、はい、やっぱりすごくそういう細かいところの際も、うん、すごく光った試合になったと思いますね。まあ、先ほどは伊藤有希選手が関原翔選手を下しましたけれども、その伊藤有希選手に勝っているのがこの福田龍也で、これで連敗の後3連勝です。